はいどうも皆さんこんにちは。今日は2024年の1月23日ですね。で場所なんですけど、ここは広島県安芸太田町にあるこういった牧場の里キャンプ場にお邪魔しているところでございます。で今回なんですけど、以前にも告知した通りですね、こんな感じでブルーシートを使って雪中キャンプをしようと思ってね、こういう感じで設営してみました。ただですね、皆さん見ての通り大雪でございます。はいでただね、雪が降ってるだけだったら全然いいんですけど、風もねめちゃくちゃ強いんですよ。なんで本当だったら以前ねブルーシートでキャンプした時みたいにこういう感じで立てて設営しようと思ったんですけど、案の定ですね、こう立てると風にめちゃくちゃ煽られて、こういう風にあの歯止めんとことかに定期的に破れちゃいましたんで、急遽ね予定変更でこういう感じで姿勢を低くしまして、ステルス張りっぽい感じでね、ブルーシート貼ってきました。はいちなみに中なんですけど、こういう感じで、まあ、道具箱だったりクーラーボックスで簡単なテーブルがあって、まあ、ここ座布団ですね。ここに座ってあの夜なんやかんやしようかなと思います。はいで俺もですね、散々今まであの雪中ハンモック泊だったり雪中寝袋泊だったりいろいろしてきたんですけど、今日ですねこの風の影響でちょっとね初のチャレンジ失敗の可能性があると思いましたんで、一応ね保険もかけまして、こういう感じで、緊急避難所兼物置スペースっていう感じでね、天幕のグラウンドハットを貼っております。なんでね、もしちょっと無理そうだなと思ったらあっちに避難しようかなと思います。まあ2024年もね、無茶はしても無理をしないっていうのをモットーにキャンプしていこうかなと思います。そういうわけで前振りはねこのぐらいにしまして、本日はこちら広島県安芸太田町こういった牧場の里キャンプ場より1泊2日の雪中ブルーシート泊をお届けしていこうと思います。それでは行ってらっしゃい。はい、時刻は16時51分、外気温はマイナス 6.2 度、幕内マイナス 5.0 度ですね。はい、じゃあね、結構寒いんで、まあ、いつものごとく焚き火に火つけてね、やっていきたいんですけど、今日ね、ちょっと焚き火ができるぐらいの風の強さじゃないんですよ。なんでね、申し訳ないんですけど、皆さん、今日はですね、このスノーピークのノクターン一つで火を楽しんでいただきたいなと思います。申し訳ございません。俺が一番残念がってます。まあ、自分の動画をね、よく見てくださってる方はご存知だと思うんですけど、自分ですね、まあ、こう、雪中キャンプだけじゃなくても、冬キャンプするときね、基本的に薪ストーブだったり、普通の灯油のストーブだったりとか、そういう暖房器具系を一切持っていかないんですよ。なんで、焚き火の火だけでね、いつも暖を取ってるんですけど、今回はですね、いつものストーブ系に加え、焚き火もなしでございます。ガチな暖房器具なしキャンプですね。寒いっす。あ、火も消えてしまった。いやー、もうなんてこった。寒い。よし、暑いか。よかったこれだけでもなんか気持ち的にね、だいぶほっとしますね。まあそういうわけでね、まあそうこうしててもこうだんだん日は沈んでくるんで、晩ご飯のね調理にかかろうかなと思うんですよ。で今日なんですけど、ここで米を炊いて恵方巻きと豚汁を作ってね、恵方巻き豚汁セットで夜ね宴をしていこうかなと思ってたんですけど、ちょっとねその余裕がないですねなんで一応ね今度買ってきてたんですよ。この海苔だったりとか、なんだ巻きすっていうんですかね、このジャラジャラしてるやつ、こういうの買ってきてたんですけど、恵方巻きはね諦めます。ちょっと今日無理ですね。なんでここでね豚汁だけ作ってやっていこうかなと思います。すいません、俺が一番残念がってます。はい、まあそういうわけでケーキ漬けにちょっと一本飲みましょうか。本日の一本目はこちらアサヒ生ビール丸 F ってやつですね。寒いんですけど一本目はビールから飲んでいこうと思います。まあ本当はこれ2本目なんですけどね。じゃあすいません、皆さん今日のキャンプがね無事に終わることを願いまして、ブルーシートに乾杯。あー寒い。今回に関してはうまいっていうより寒いっていうのが先に来ますね。まあお酒はちょっとほどほどにしましょう、今回に関しては。いやー、これはね、マジで過去一過酷かもしれないですね。冒頭にもね、ちょっといろいろお話ししましたけど、俺もね、100均のグッズだけでキャンプしたりとか、まあ北海道でも雪中キャンプしたし、寝袋だけでね、雪中キャンプもしたんですよ。ただこれはね、過去一ほんと過酷かもしれないですね。何しに来とんかなって本当今思ってますね。いやー、いつもの快適キャンプとはもう訳が違いますよ、本当に。まあ今回
回はねちょっとあのチャレンジ会みたいな感じなんで、冬の間にね1回ぐらいこういうのしてもいいかと思ってやってるんですけど、まあ過酷ですねちょっと、今ねこう雪の上にブルーシートを広げてねもう時間座ってるんで、お尻からもねめちゃくちゃこう冷たさがなんていうのかな来てるんですよ。なんでもうあの寒くて寒くてもうちょっと耐えれないぐらい寒いんで、あの早く火が見たいです。なんであのこれからね晩ご飯一応豚汁だけも作っていくんですけど、まあ、焚き火できないんでねこれです。あの MSR のドラゴンフライこれ火つけてねちょっと温まってから豚汁の調理にかかりたいなと思います。いやーつくかな、え一緒やろ凍っとる。あ、待ってよかった。一応ポンピングはしてますもん。いやー寒いよマジで。こいつだけが頼りっすよ今回はね。ついてくれよ。あ、ついたついたついた、よかった。このプレヒートの火だけでもテンション上がるわ。あったけー。一応ねこれ灯油だけはもうほぼ満タン入ってるんで、もうそれだけが救いですよね。これがあの生命線です。いやー寒い。さあいけるかな、来い。うわー着いた。もう今回はこの爆音ですらも心地いいっすよね。じゃあね、幕内もだいぶ温まってきたところで豚汁作っていこうと思います。ちなみに今の気温なんですけど、幕内マイナス 3.9 度まで温まりました。快適ですね。じゃあ今日はこのブルーシートの中もね狭いんで、この三角飯盒一つでね全部やっていこうかと思います。これ本当はねあの焚き火で吊るして調理する予定だったんですけど、もう全部狂いましたね。まあキャンプなんでねこういう天候のハプニングはもうつきもんですよ。そういうわけでまずこちらごま油ですね。これをと入れまして、ね、豚バラ肉です。これもこの中にインソール。そしたら火にかけていく。よいしょ。豚肉剥がすとかでえらいことになりそう。じゃあだいたい豚肉が炒まってきましたんで、ここにお水ですね。おりゃこんなもんや。で鍋野菜セットちょんと、なんかもやしとか入れるのはなんか違う気がするけど、まああんまこの子気にしないようにしましょう。人参も入れよ、人参もね。よっしゃ、こんなもんでしょう。そしたら味の決め手本出しですね。これも全豆乳でいくか。でこぼさないように混ぜ混ぜと。 OK。 じゃあこれでちょっと煮込んでいきますね。じゃあちょっとアクが出てきたんでアクも取りましょうかね。いやーなんかすいませんね皆さん、あの本当だったらねあのいつもみたいに俺の華麗なクッキング見せたかったんですけど、今日はねちょっとあの天候もあいにくこういう感じなんで、簡単なね豚汁ぐらいしか作れないんですけど、またの機会にね俺の華麗なクッキングをお見せしようかと思います。じゃあもうちょっとね具材に火が通るまで煮込んでいきます。じゃあぼちぼち良さそうなんで味噌入れていきますね。どんぐらい入れようかな。とりあえず半分。メレンゲで溶かそう。うー寒い。まああの物は考えようなんで、こういうねあのちっちゃいテント、まあ今日はあのブルーシートですけどこの中であのこういう感じでねあの一人でこじんまりした料理をね作って食べるっていうのがある種男のロマンと感じるか、まあなんかまだバカなことやってんなって思う方ね、多分この二通りの方いらっしゃると思うんですけど、どうなんですかね。まああのぜひ皆さんのご意見をねコメント欄で聞かせてもらえたら俺はね非常に嬉しいですけど、俺はねあのどっちかというといやバカなことしてんなと思うタイプですねいやこんなはずじゃなかったんですよ。あのもうちょっとねあの天候穏やかでこう焚き火しながらねあの優雅に恵方巻き作る予定だったんですけど、いやこんなはずじゃなかったマジでやれやれですよ本当に。よっしゃ、 OK。 じゃあ火を止めましてと。手袋も凍って指が入らんっていうね。ええわこれね、ふざけちゃうな。よいしょ、ここに乗っけてバーナーはこっちで、よいしょ。あ、取り回しがきついな。これただで最高狭いテント嫌いなのにな。もうこんなもう爆風大雪の中でこんなショータがもうマジでやれんで。これはここ、そしてこうやってテーブルを、よいしょ、こっち持ってくると。はい、オッケー、行くぜ。おりゃ、おじゃ、豚肉
豚肉、白菜も入れて。じゃあ、あたりはね、もうすっかり真っ暗になっちゃいましたけど、出来上がりました。この至高の豚汁いただいてみようと思います。まずはこの汁からですよね。うわー、うめー、マジか。あー、これはやばいわ。じゃあこの豚肉もいただきます。で、汁一口。うわー、うめー、やばい。うわー、鼻水出た。いや、マジで今まで食った豚汁の中で一番うまい。いやー、やばい、本当に。まあこの気温と環境のせいだと思うんですけど、マジでうまいですね。やべえわこれ。わかるかなこれ。あー、うめえ。味はマジでやばい、本当にガチうまいですね。うん、うまっ。そしてなんか今もう真っ暗なんですけど、ちょっと雪収まったかな。で、風もなんか微妙に収まってる気がする。まあできそうなら一応あの焚き火台とかそういう焚き火道具全部持ってきてるんで、焚き火してもいいんですけど、まあまあまあちょっと考えますわ。まあ一応天気予報的にはこういう感じで、もう撤収までね、ずーっと雪マークですね。こういう感じになってます。で、風もそんなにね収まる感じじゃないんで、ちょっとどうしようかなっていう感じなんですけど、まあ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 ちょっと考えますね。できるなら焚き火したい、いろんな意味でね。まあそういうわけでね、自分の方はこの至高の豚汁、これ冷める前にもう食べようと思いますんで、皆さんあとは食後にお会いしましょう。それでは後ほど。はい、時刻は19時27分、外気温マイナス 6.7 度、幕内マイナス 4.9 度ですね。はい、じゃあね、とりあえずお湯沸かしましたんで、一旦火止めましょう。はい、オッケー。じゃあ自分の方はね、さっきのあの地球上で一番美味しい豚汁、あれも食べ終わりましたんで、焼酎でも飲みましょうか。よいしょ。まあ寒いんでね、湯割りがうまいっすよ。はい、オープン。あちちちち、寒いと暑いが同時に来るな。おい、投入。あ、入れすぎた。これ冷えるんでね、なんかこういう時にやっぱあの魔法瓶みたいなやつあったら便利いいなって思いますね。買おうかな、なんかの水筒みたいなやつ。じゃあ今日はね、何飲むかと言いますと、こちらでございます。亀壺焼酎村尾。はい、めちゃくちゃいいやつですね。このブルーシートの下であのこの村尾でね、酒盛りしていきます。まあ言ってもそんな飲みすぎはしないですけどね、やっぱ天候の影響もあるんで、飲みすぎはほんと禁物です。よいしょ。では、うい、いい音。ではいただきます。村尾の湯割りです。乾杯。あー、うまい。最高や、マジで。もうただでさえいい焼酎なんですけどね、この環境から飲んだらマジうまいですね、本当に。あー、うまい。まああのいつものね、あの冬キャンプなり雪中キャンプでも言ってるんですけど、このね、寒い中で飲む焼酎湯割りがね、もう最高にうまいんですよ。もうこれが俺の暖房器具ですよ。まあただ今日はね、その環境の影響とこのテントの影響もあって、ものすごく身に染みますね。マジでうまい。まあ次はちゃんとしたテントでやろう、それだけですね。まあたまにね、こういうのをするとあの気づける部分だったりとか、まあ、なんだかんだりちょっとあのスキルアップみたいな感じにはなったりするとは思うんですけど、おすすめはしません、絶対にね。まあキャンプはね、本当あのこういう過酷なのってするよりかは、どっちかというとね、あの快適に楽しくやるのが一番いいと思うんで、俺はそっちをおすすめします。ただ一つ言えるのは、冬キャンプに飲むこの焼酎の湯割りとあったかい食べ物はマジでうまいっす。じゃあ自分の方としてはね、今の時刻の方が19時38分っていう、まあなかなかいい時間なんですけど、今ねこの幕内もうほとんどね、あのキッチンスペースで占領されてるんですよ。なんであの寝床の準備を一切してなくって、まあ寝るときはね、ちょっとこの中の荷物を完全に多分外に出さないと、まあ寝袋なりなんなりするスペースがちょっとないんで、一応ねこう寝る準備ができて、こういう感じで寝ますっていう準備が整ったら、もう一回カメラ回そうと思いますんで、皆さんしばしご観覧ください。では後ほど。
時刻は22時56分、外気温はマイナス 7.3 度ですね。一応今日乾燥なんですけど、ちょっと思ってたよりだいぶ遅くなりましたね。というわけで寝床の準備が完成しましたんで、ちょっとお見せしましょう。本日の寝床こういう感じでございます。一応ね、中ご紹介すると、一番下にですね、まあ、さっきまで座布団に座ってたブルーシートで、その上に今隠れてるんですけど、サーマレストのマットでインフレダブルマット、これで一応下のね断熱は、まあ、できているかなと思います。で、寝袋はねいつも使ってるんですけど、ナンガのオーロラライト1000です。で、その上にね、釣りボールのシュラフカバーかぶせてね、今日はこんな感じで寝ようかなと思います。で、さっきまでね、中に入れてたこういう道具箱関係なんですけど、これ外に出しまして、まあ、雪がね、吹き込んでこないように、一応バリケード的な感じで使おうかなと思います。まあ、クーラーボックスもね、これからこっち側に移動して、まあ、多分、ないよりかはマシだと思いますんで、これでね、蓋して、向こう側向いてね、寝れば、多分なんとかなるかなと思います。そういうわけで、明日の朝ね、ここで朝迎えれるか、向こうの緊急避難所のテントで迎えることになるか、いやー、どうなるかわかりませんけど、皆さん楽しみにしとってください。はい。そういうわけで私の方はね、かなり雪降ってきてるんですけど、一応まあ除雪もねちょっとしましたんで、まあ、様子見ながらいろいろやっていこうかなと思います。それでは続きは明日の朝お会いしましょう。それではおやすみなさい。また明日。はい、おはようございます。ただいまの時刻は7時7分、外気温マイナス 8.2 度、幕内マイナス 6.7 度ですね。いやー、なんとか無事に朝を迎えることができました。で、夜のうちもねかなり雪が降って、もうテントというかこのブルーシート、これがねもうどんどん狭くなってきて、今ね足伸ばすことできないですね。まあでもかなり降りましたね。もうこっちから見てみると、マットもこんな感じですよで、ここももうこんな感じで、めちゃくちゃ積もってますけどね半端ないですよ本当に。まあとりあえずちょっと現場検証も兼ねてね、外出てみようかと思います。よくじゃ、すっげえ吹き込んどるな。やっぱ夜のうち顔に雪がチラチラ当たってあんま寝れなかったですからね。さあどうやって出ましょうか。これをどかせ、よいしょ、うーわすげえな完全に埋まっとるわ。あっち側のテントもすげえことになったね。こんなんすかね今これ何センチ積もった、マジで50センチぐらいいってんじゃないですか。半端ねえわ。いや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 、マジか。こっち側も。これだって、いつも使ってるなんか灰入れ、このカンカンがもう埋まるぐらいですからね。ちょっとでも映像じゃ、もうほぼ伝わらないでしょうね、これ。いや、半端ねえわ、マジで。開けたら凍りましたはい、時刻は8時27分、外気温マイナス 8.1 度、幕内マイナス 6.7 度ですね。ちなみに最低気温なんですけど、マイナス 8.3 度っていうのは今回の最低気温ですね。まあ2桁台に入ることはなかったんですけど、まあ寒いのは寒かったですね。ただちょっと今体が慣れてきてるのか分かんないですけど、到着直後がやっぱ一番寒く感じましたね。そういうわけでちょっとこのテントというか、まあブルーシート周りの除雪も終わって、ちょっとねこの辺も片付けたところで朝食と行きたいんですけど、ちょっとね元気がないっす申し訳ないですね本当に。今日はちゃんとした朝ごはんも作ろうかなと思ってたんですけど、作る余力がマジで残ってないです。なんで、朝のコーヒーでもねとりあえず飲みたいなと思います。今回は本当にこのドラゴンフライに救われたキャンプでしたね。本日のヒーローはこのドラゴンフライですよ。やっぱほとんどの燃料が使えるっていうのもいいですし、寒さにもやっぱめちゃくちゃ強いですね。こう思うとこれなかったらマジで詰んでましたからねはい、どうやら最後の最後にですね、こちらのドラゴンフライ、まあ、燃料切れかなんかちょっとした不調か分かんないですけど、火が使
かなくなりました。いやー最後にね見せてくれますね、持っとるわマジで。さあどうするってなるんですけど、最後にね一つ砦が残ってるんですよ。さっきからねずーっとあの強風にあおられて消えてるこちらのノクター、もう帰ってもらいます。これはもう撤収です。これですね、最後の砦スノーピークが残ってるんですよ。もうこれがつかなかったら水飲んで帰ります。はい、さあ頼むぞ。大丈夫じゃろさすがに。やっぱガスはトラブル少ないですね。もうさすがのギガパワーでもどこまで耐えれるか。でこれまた昨日から大活躍中の山岳半号新潟ですね。これここにオンします。 OK。 ちなみにね持ってきた水なんですけど、もうこんな感じでね、あの割ればどうにかなるっていうレベルじゃなくて、もうドンキぐらいの硬さになってるんで、もうこれはねちょっともう使い物になんないなっていうレベルなんですよ。なんであの水地場でお水汲んできました。いや水地場からね水とかお湯が出るっていうだけでももう相当ありがたいですよ本当に。じゃあぼちぼち沸いたかな、大丈夫、熱くない、熱いなやっぱり。ドリア、オッケー、微妙に沸いてないけどまあよしとしましょうか。じゃあ今日のコーヒーなんですけど、こちらでございます。星のコーヒーの織姫ブレンドってやつ、これ飲んでいこうと思います。袋をちょっと開けまして、こうじゃない引くでカップにするとか。稲川先生もキンキンに冷えとるな。くまモン転送しましょうね、こういう感じで。こけそう。そしてもうくっついてますからね。これ凍って。すげえな。ちょ、びっくりじゃん、マジで。もうここまで来ると。よっ。上手に入れれん。熱々熱々熱。もう一声。このままやろう。いい、いい、いい、いい。いい、オッケー。よいしょ。じゃあ、いただきます。ブルーシートの雪中キャンプの締めに飲む星のコーヒー織姫ブレンドです。乾杯。あーうまい。この雪が降る中に狭いテント、まあ、今日はあのブルーシートですけど、ここで飲むねあったかいコーヒーかカップラーメンっていうのは男のロマンですよね。あーうまい。これもう持っとくだけでも幸せやわ。はい、じゃあね、まあ、自分の方としましてはこのコーヒー飲み終わったら、まあ、ぼちぼち撤収していこうかなと思うんですけど、最後にね、まあ、今回のキャンプ振り返ってみて思ったのは、やっぱりね天候って本当大事だなって思いました。冒頭にも言った通りね、当初の予定ではブルーシートを立てていつもやってるようなタープ泊でねやろうかなと思ってたんですけど、ちょっと風がきつすぎてそれが無理だったんで、こういう低い姿勢でねやる形になったんですけど、これがねちょっとやっぱ良くなかったですね。もうただでさえこういうあの狭いテントとか嫌いなんで、あのちょっとあの軽いぎっくり腰みたいな感じになってますね。いやーまあなかなか今回はね過酷でしたよ。まあ皆さんもねこういう冬キャンプだったり雪中キャンプに限らず、自分の動画見てくださってる方ね結構キャンプする方多いと思うんですけど、ぜひねあの行く前には本当に天気予報とかをしっかり確認しとくべきだなと今回改めて痛感しましたね。まああのその時点でねもう無理だと思ったらちょっとキャンセルするのもありだと思いますし、まああの行くだけ行ったとしても絶対にあの逃げ道は確保しとくっていうのが本当に大事だと思います。なんで皆さんもね一応あのキャンプってあのすごいレジャーみたいな感じになってますけど、なんだかんだ自然相手なんで、そういう危険をね常に隣り合わせだと思うんで、ぜひねこの動画を教訓にしていただければ幸いかなと思います。まあでもね本当に今回おすすめはしないですけど、めちゃくちゃいい経験になりましたね。これはあの自分の今後のね私生活とか、まあ、キャンプに関してもねいろいろ応用していこうかなと思います。はい、うん、うまい。じゃあそういうわけでね、自分の方としましてはこれ飲み終わったらぼちぼち撤収していこうと思いますんで、皆さんあとは撤収後にお会いしましょう。それでは後ほど。時刻は11時7分ですね。
こんな感じで撤収完了です。じゃあ自分の方はねこれからぼちぼち帰っていこうと思うんですけど、雪がねまだかなり激しく降ってるんで、安全運転でね気をつけて帰っていこうかなと思います。それでは皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタン、あとインスタもやってますんで、よろしければ概要欄からねインスタのフォローもよろしくお願いします。それではさよなら、また来週、バイバイ。